Hello there, it's me, that sodding gamer, playing Final Fantasy 15 Windows Edition, and I've got it set to the highest preset, the graphics settings it is. Graphics are 120 frames per second, resolution 100%, I've turned all the effects on, and assets, let's see, assets is the texture pack, which is about, I think it was 61.3 or 63.1, something like that, gigabytes. It was almost as big as the game itself. So yeah, here's to hoping that it'll run smoothly enough. I mean, it is playing QHD resolution, so it's going to be pretty demanding. I just hope that it'll turn out all right. Okay, so I played it a little bit on the PS4 when it first came out, but I just don't console game much anymore. It's just not worth it for me. I'm just turning my mic around a bit. Okay, so let's see. Just go with a new game. I go with normal mode, of course. I think I'll skip the tutorial. I mean, you probably don't really want to see that. And I have played the game, even though it was way back when it first came out on the PS4. So hopefully I won't get too lost. If I was just playing for myself, I probably would have played the tutorial. But, you know. Not sure how long I'll record, probably for a half an hour, or maybe a little. まあ、王子なんだろうけどさ。予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティスが欲しい。何?
いろいろと言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。知っての通り頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルキシエまでお連れします。僕もです。行くぞ。コールが車で待ってんだろ。ドロッとよろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。ダメだな、こいつが外の厳しさが。仕方ないさ。さて、また押してくしかねえな。ああ、俺も喉渇いて死にそう。おい、起きろ。おい、つか、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい、せーの。に乗りすぎたな。しょうがないでしょ。なんとも幸先の悪い。グラディオ頼む。なんだ、一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても買わないでしょ。プロンプトは離してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。いい子にせっかわれ。さっき買ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。あー、手痛い。おい、手抜くなよ。はいはいはい。電話は？やはり話し中だ。っていうかさ、おかしくない？ハマーヘッドもっと近いでしょ。さっきの地図の通りだが。すげえ近所だったよな。なあ、かなりね。世界地図で見りゃな。
世界広いわ。実感できるな。この実感嫌でしょ。お前ら押してるか？待ってたよ。どれが王子？お、はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでジージが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー。シドソフィアの孫娘。ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。あ、まあ。親父の威厳をそっくり拭き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっと締まった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。あげるからいろいろ見ておいで。よし、自由行動だ。整備なら心配いらないからさ。あ、エボニーだ。ここにも売ってんだ。イグニス喜ぶな。あれ、今日はどんな武器が欲しいんだ？ノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文無しか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。
あのじいさん。いらっしゃいませ。何か食ってくか。標的たちだ。頼む。あんた勇気あるな。俺が知ってるのは腹減ってんのか。準備は万全にな。整備なんか近くのスタンドに頼めばいいのに。分かってないな。ここの整備は全然違うんだよ。あんたが分かってんのは整備士がシドニーかどうかだけじゃないの？レスタルムまで出てもいいかな。展望公園があるだろう。ああ、なるほど。カーテスの大空ならそっちから見た方がいいのか。うまそうだね。あれ？まだ整備中だよ。どうしたの？金がなくて困ってる。稼げる仕事はねえか？ん？なるほど。じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代ですから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。期待されてんな。いいとこ見せようぜ。おじThank you.
でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないから。じいじには内緒。これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。
そろそろ行くか。エーガネス、もう行くぞ。すぐ行く。まずはこいつらを。やるぞ、ノクト。次の地点へ向かおう。これ、何？電柱が折れているのか。一つや二つじゃなさそうだ。どうすりゃこうなるんだ？わからない。嵐か地震か。すぐそこのハンマーヘッドは何ともなってねえけどな。でっかい怪物が通ったんだったりして。大事な相手がそんなんじゃねえといいな。行くぞ。今回の
旅ってさ、どういう予定だっけ？ハンマーヘッドで整備が終わったらガーディナと戦場に向かう。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式だな。そっか、車の整備待ちしたらガーディナで船ね。探してくれって。行方不明なのか。え、すぐ近くの小屋にいるらしい。手紙？助かったぜ。気をつけろ、来るぞ。容赦しねえぞ。調子に乗ってんなよ。お前もな。無事だな。はいはい、行くぞ。おい、あっちにも小屋が見えるぜ。
なんだあいつ。凍鉄というモンスターだ。あの鋭い牙を獲物に突き立て、巣穴から引き出したよ。ノクト！テイブか、探したぜ。おい、大丈夫か。ああ、俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだが、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだが、頼めるか。ええぜ、俺たちに任せとけ。恩に切る。じゃあ奴の居場所を詳しく教えよう。いい判断だ。さあ気合い入れて臨もうぜ。あ、相手はどうも変種のようでな。妙な。増える前に片付けたい。一旦休憩して体勢を整えよう。よし、近くのシルベでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろ。俺、彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章まで。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。一体誰
たまるんじゃねえぞ。隠れて回復しろ。うまく合わせろよ。見てろよ。かけるな。ああ。おしまい。ふう。へえ、綺麗な色してんな。俺たちが再び車に乗れる日は本当に来るのか。不便だよな、やっぱり。昼寝もできねえし、今日はここまでだな。ここでいいか。よし、テント張るぞ。
うまく取れてるな。いいじゃねえか。一番詳しいって？陛下の旅の間、シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね、壊したら殺すって命してたから。大事な車だ、大切に乗ろう。そうだな。敵の後ろを狙え。じゃ、暴れるか。いいな、付き合うぞ。俺も。Oh!
新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。歩きじゃ限界あるよな。オート育ちだしね、俺たち。車が戻ってくるまでの辛抱だ。
で、見て、あれじゃない？デュアルホーンか。デイブの言う通り変種のようだ。放っておくわけにはいかなそうだ。待て。なになに？やつはだいぶ気性が荒そうだ。そう？なんかぼんやりしてない？ああ来るぞ。うわっ！おー、やった！すっげえ！さすが！まだだ！え？うわぁ！さあ、こっからだぜ！くらえ！エイリス！指示！じゃあそれで工場まで戻っておいで。分かった。さて次の運転役だが、ずっとイグニスでいいんじゃない？だな。外じゃ燃料切れも命取りだ。俺自信なくしたよね。俺同じことやる自信あるわ。なら引き受けよう。頼むぜ。俺も運転席は窮屈だな。蒸し暑いな。そうだね。
痛いってノクト。ジャケット脱いだらどうだ。ああ、違うだな。油断するとやられるぞ。ノクト最強。当然。終わりだ。先を急ごう。ああ。
よし、着いた。あれ、あいつ、うん、誰かいた？いや、なんでもない。ノクト、ちょっといいか。ああ、明日の朝頼みたいことがあるんだ。朝から？なんだよ。朝食作りを手伝ってくれないか。
しょうがねえな。では明日は頼むぞ。今日はこれを煮込んでくれ。焦げないようにな。どうすればいい？時折混ぜておけば大丈夫だ。料理をするのはどれくらいぶりだ？忘れたな。いろいろバイトもしていたしな。あれは本当適当にやってたからな。それを料理というかは謎だな。お前が凝りすぎなんだよ。さて鍋の様子はどうだ？もう少しかかるな。引き続き混ぜてくれ。で、なんで料理手伝ってくれなんて言ったんだよ。最近二人で話す機会がないと思ってな。何か抱え込んだりはしてないか？なんだよそれ。お前昔っから俺のことばっか気にすんのな。陛下に任されているからな。はいはい。さてそろそろいいだろう。ああいい感じだ。よく煮えている。少し食べてみたらどうだ？うん、うまっ。自分で作ると一段とうまいだろう。そうだな。少し自分でやってみようという気になったか？え？お前が作った料理が一番うまいし。お前ってやつは。久々にしてみた料理はどうだった？たまにならいいかもな。でも早起きは嫌だな。そう言うな。早起きはいいことが多いぞ。はいはい。じゃあ気が向いたらな。また頼む。だから気が向いたらだっつ。今日は助かった。そうか。ならよかったけどさ。あ